ブリウドは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域県、オートイコールロワール県のコミューン。県北部に位置する、ブリウドは、オーベルニュー地方の、小さな高原、リマーニュに接している。古い名を、ブライバといい、これは橋を意味していた。サンジュリアン聖堂コミューン南部から出土した陶器の、破片から、名前が確認されており、ラ・テーヌ文化の時期から、 ブリウドに人が定住していた。最盛期のブリウドの名を知らしめたのは、聖ユリアヌス信仰の出現である。ブリウデで生まれ、ローマ兵士となったユリアヌスは、キリスト教に改修し、ディオクレティアヌス帝時代の迫害で殉教した。トゥールのグレゴリウスは、その著作で、ユリアヌスについて触れている。 オーベルニュ出身で、西ローマ皇帝になったエパルクス・アウィトゥスは、殉教者、ユリアヌスの墓の近くに埋葬されたという。475年以降、オーベルニュを支配していた西強盗王エウリックは、聖ユリアヌスのバシリカを拡張するため近くの古い遺跡を解体させた。12世紀から建設され14世紀に完成した、バシリカ、サンジュリアンド・ブリウド聖堂は、 高さが72メートルあり、オーベルニュー最大のロマネスク建築である。クリューニー修道院の第五代院長となったオディロンは、若い頃サンジュリアンド・ブリウド聖堂で学んだ。西欧類時代から、特に、王の家ニは徐々に町そのものに移し、アンシャンレジーム期の終わりまで、ブリウド伯爵の称号を持つ聖職者が自治体の、いかなる試みにも反対する体系が出来上がった。 ブリウドには、軍裁判所があったが、ダティ法省時代に廃止された。農業、食品加工、木材加工、観光が盛ん。オーベルニューで生産されるひまわりの、約12%がブリウド周囲で栽培される。ノーテムメントローズデフヤデエル、インスティチューションセイント、ジュリアンパールエル、アベキュービゾールズ、ボアール・ピーキュービゾールズ、マテリル・アルケオロジケでブリド・イデラ・リジャン。 サウガイネ・レイミーズ・ AU CNRS でクレアマント、ガロインド、イン・アルマノックでブリド、T59,1979,P253 から259イカルト、アルケオロジケデラ・ゴール、ラオート・ロワール。ーレミ、M ・プロボスト、パリ、1994,P53 から 56, アート、レイオン・レイ、ボワール、G ・フルニエ、レオリジンヌでブリド、 インアルマノックでブリド t40、1960、p9 から58イジュメームオッター、レオリジンヌでブリド、ノーツコンプリメンターズ、インアルマノックでブリド t41、1961、p31 から42。ありがとうございます。